はい、こんにちは。ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。一つですね、端切れでですね、これはね、名前がですね、シャドウケースですね。シャドウケースが出来上がりましたのでご紹介したいと思います。これもね、改良版になりますね。以前は、ここのね、丸い角度も、もうちょっと違ったんですね。あと、ここが丸かったんですけど、あの丸い意味があまりないなと思って四角に変えました。シャドウケースは四角いことが多いから、もしかして複数入れるときにこれ有効なのかなと思って、でもともとですね、型紙がほぼですね、元の本体は面積がファンデーションケースと同じで、あれにマチをつけますので、マチをつまむんですね、少し。それで立体的にして、よくある結構厚みがあるファンデーションフィルですね、あれですねの分厚いのに対応できるようにしたんですね。でそれと同じ、ちょっとだけマチをつまむぐらいだったらつままない方がいいんですよ。これね、そこそこマチなしってちょっとだけマチができるんですよね。マチというか厚みがこういう風に裏地も一緒に仕立ててあるので、そうするとね、膨らむんですよね。なので、ね、必要がないなと思って、それでですね、マチなしにしたんですね。そうすると、ファンデーションケースとシャドウケースがちょっと違う感じにすごく見えるようになるので、とてもそれは良かったなと思うんですけど、でただですね、これちょっと失敗したのどこか分かりますか？これ蓋が本当は裏なんですよね。裏地がね、この無地で、その辺はね変えずに統一するつもりだったんです。裏地がこれなんだから、蓋もこっち、こういう風にならなきゃいけないのに間違えてこっちにつけちゃったんですね。なので、まあちょっとそのまま続行してですね、こういう無地との切り替えのものなんだっていう風に変えたんですよ。まあちょっと強引ですけどね、一応ね間違えましたね、裏表ね。なんかいかにも裏地っぽいやつなんでね、これ裏地に使った方が本当はいいんですけど、まあちょっと今回失敗で、まあ、間違えましたけど、そのまま続行ということで、まあ、こういうのを作ったんですけど、こういうシャドウケースできました。前のやつよりも面積が広くなったので、シャドウケースの他にもちょっと幅広がるかなって感じで、そういう使い方じゃなくても自分流に入れたいものを入れることができるかなと思いますね。ということで、今回はとてもファンデーションケースよりマチをつまむ時間がない分、少し時間が楽ですね、短くできるわけですけど、まあ、こういうふうにマジックテープもきちんとつけることで中からこぼれることはないということですね。だからこれにちょっとあんまりにも細かいものを入れると、ここの隙間があるのから気をつけて入れるものを考えるみたいな感じがいいかと思いますね。例えばバンドエイドとかどうでしょうね。こういうふうに横に並んで、絶対にここから飛び出すことはほぼないですよね、長いからね。なんかそういう感じの考え方で使うものを工夫すれば、これもね使い道はあるのかなと思っています。はい、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。